皆さん、こんにちは。ジョーです。今回の動画は、最近僕がレッスンして、結構こういう動きをしてしまう人が多いっていうのを見つけたので、皆さんと共有しようかなと思います。ぜひこの動画を見ていただいて、アマチュアの方結構多い、良くない動きだと思いますので、参考にしていただいて、上達していただけたらと思います。メンバーシップ始めます。動画だけ見てても本当に上手くなれるっていう番組にしたいんですよ。はい、ということで、僕が最近レッスンして、こういう方多いなというのは真正面インパクトですね。まあ、よく体の正面で捉えなさいとか、体の正面にクラブをキープしなさいとか、ゴルフでも多分言いますし、結構よく耳にすると思うんですけど、インパクトの瞬間に胸、お腹、股関節全部がボールを向いてバチーンってこういう風にインパクトをしている方がとても多いです。これ正面インパクトじゃないのって思うかもしれないですけど、正しい正面インパクトというのは胸から下はある程度左をこう向いていて、胸から上だけなるべくこう残すような、まあ言葉にすると難しいんですけど、捻転差ですね。しっかり捻転差を作って、胸から上、胸から下を分けて、このように胸から下は少し左を向いていて、胸から上はちょっと残っているような、こういうインパクトが正しい正面インパクトになります。まあ、この悪い正面インパクトになってしまう原因としては、ダウンスイングでのキャスティング、まあ、手からこうヘッドをボールに向かわせる動きですをしている人はこのように真正面インパクトになりやすかったり、バックスイングでこうスウェーして引き上げしているとそのまま回ると振り遅れるんで、回転せずに左にスウェーしてボールにこう当てようとすると全部が正面を向いたままの真正面インパクトになってしまって、まあ、詰まりの原因、フォローでこうチキンウィングになったりダクったり、球がこうばらけてしまう原因ですので、真正面インパクトから正しい正面インパクトになるための、今回はドリルを紹介していきたいかなと思います。で、まあ、そのさっき言ったようにキャスティングだったりバックスイングの末だったりっていうのは、過去の動画で山田さんも僕も原因だったり改善方法っていうのはお話ししていますので、そちらを見ていただいて、今回は正しい正面インパクトで球を打つ感覚が養えるドリルというものを皆さんにご紹介していきたいかなと思います。はい、というわけでドリルの方を説明していきたいと思います。まず一つは、ドライバーとアイアン、まあ、9番アイアンぐらいでいいので、用意していただいて、この2本を使って打っていくんですけど、まず左手にドライバーを持っていただいて、ボールから1、2、まあ、ヘッドを2、3個分ぐらい離したところ、かつ、ボールの1、2、まあ、2個ぐらい左、ヘッド2個分左、自分から見てですね。にヘッドを置いてもらって、まず左腕をこのように伸ばしていきます。で、この状態で右手片手だけでアドレス取っていきます。あとはこの形のまんま右手で軽く打っていきましょう。そうすると左腕がこのように伸びているんで、胸から上が開きづらく、胸から下を思いっきり回してもこの左肩がまず開かないので、胸だけ残りやすくて正しい正面インパクトが作りやすくなって、で正しい正面インパクトで打つ感覚が養えますので、まず最初はこちらで軽く右手で打っていただきたいかなと思います。こういう感じで。で、このドリルやるときのポイントとしましては、まず、まあ、片手打ちなんで、クラブちょっと短く持っていただいて、構えていただいて、で、
上げていただいたらダウンスイング思いっきしお腹でも腰でもいいんで左に回していきましょう。これ思いっきり回さないとこういう感じで手前ダフっちゃうんで、この左腕を伸ばしていることによって体全体がこう開いたりしていかないので、思い切って胸から下お腹だったり腰っていうのを回していきましょう。そうするとこのように胸だけが少し残って正しい正面インパクトで打つ感覚が養えますので、まずはこのドリルをやっていただきたいかなと思います。ゴーフィオで、ちょっと注意点なんですけど、あんまり大振りしてしまうとこの手がグラグラしたりしてヘッドが動いたりしてクラブとクラブが当たってしまう可能性があるので、距離的には10ヤード20ヤードぐらいのアプローチぐらいの距離感でいいので、軽くこの左腕の位置がなるべく変わらないように、あとは胸から下を上げたら思いっきり回していく、こういったドリルをまずはやっていきましょう。はい、次に2個目のドリルなんですけど、9番アイアン、アイアンでいいですね。アイアン、9番アイアンを用意していただいて、まずはいつも通り構えます。いつも通り構えたら、インパクトの形を作っていただいて、で、ここから手の形は固定。で、右腰を引いて少し右に回って左に打っていく。このドリルをやっていきましょう。最初にまあインパクトの形を作ることによって、お腹がだいぶ左向いているので、ちょっと戻しても胸下はちょっと左に回っている状態、胸上はちょっとまだ右に残っている状態がこの段階で作れますので、その形のまんまちょっと戻して打っていくと、胸から下だけ開いた状態でインパクトすることができますので、正しい正面インパクトでの感覚が養えるようになります。このドリルやる際のポイントとして、まず一つは左に回転するとき、イメージ的には左腰を後ろに引いてインパクトの形を作っていきましょう。これを右腰を前に出すような形で作っちゃうと、上体がこう前に突っ込んだり、そもそも胸から下お腰だったり腰がこうやって全然回らない可能性があるので、なるべく左腰を後ろに引くことによってインパクトの形を作っていきましょう。で、もう一つは、まあ、インパクトの形を作って腰を回転させるのでハンドファーストの形になるんですけど、手をまっすぐそのまま出しちゃったらこのようにフェースが開いちゃうので、そこはこういう感じでフェースが開いちゃうので、ヘッドをしっかり見ながらフェースがまっすぐになるように、まあ、左手だったらちょっと小屈、右手だったら背屈を入れてあげて、しっかりフェースの向きはまっすぐになるように形を作っていきましょう。なので左腰を引いて手がちょっと前に出た時にフェースが開いている方は、しっかりまっすぐに戻してから右に回って打っていくっていうドリルをやっていきましょう。最初は僕が今やったぐらいの小さい振り幅でいいのでやっていただいて、慣れてきたらオルセーでもおなじみのハーフスイングぐらいの振り幅まで、大きくできたらいいかなと思います。構えて左腰を引いてインパクトの形を作る、あとはフェースの向きをしっかりまっすぐに戻してハーフスイングぐらいの振り幅までやっていただけたらと思います。はい、ということで、まあちょっとアマチュアを代表して最後にアツシ君にやっていただきたいかなと思います。はい、はい、じゃあまず最初のドリルですね、はい、うん、左手にドライバー持ってもらって、ボールが2個分ですね。そう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 、でからのヘッド、まあ2、3個分前、2、3個分で、まあこれあんまドリルに関係ないんだけど、はい、ヘッドの向き逆にしてあげた方が引っかかって動きづらい。おお、なるほど。こっちだと滑ったりするから。ああ。まあこれ全然、全然ドリルに関係ないんだけど。皆さんもちょっとこう滑る可能性あるんで。あ、確かに。そう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 。自分に2を向けて、うん、そうそう置いていただくと引っかかって滑りづらいんで、
そう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 。で、左腕伸ばして、あとは右手、グリップの半分ぐらい持って構えて、短く持って。で、まあ、上げ幅は45度か平行ぐらいが最大でいい。はい。いきます。ちょっと上げたら、回っていく。そう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 。なるほど。ちょっとでいい。そう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 。そうそうそう。そういう感じ、そういう感じ。すごい壁になります。そうそう。こんだけで。すごいな。胸はなんかあんま開いてる感じしないでしょ。開いてる感じしないし、打ってみたら多分分かると思うんですけど、うん、ここ腰ら辺がもうめちゃくちゃ回ってる感じが。そう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 。これかーって。本番で打つときも、やっぱそれぐらいお腹回してって、で、かつまあ胸が残るように、そういった練習で感覚掴んでいただけたらと思います。はい。じゃあ最後、もう一個の方やろうか。はい。これはちょっと、まあ、自分で動画だけ見てやるのは難しいかもしれないけど、なぜかっていうと、インパクトの正しい形がわかんないじゃん。確かに。なんで一回構えてもらって、はい、さっき言ったように、まずは左腰を引こう。そう。そうすると手がちょっと前に出てフェース開くじゃん。そうですね。それをまっすぐに戻そう、手で。はい。そうそうそう、OK。お、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。そう。そこからその形のまんまちょっと戻して、そうそうそう。なるほど。完璧完璧。まずは左腰を後ろに引いて、はい、足を腰をこっちじゃなくて後ろですね。そしたらちょっと自然と手出るじゃん。そうですね、前出ます。その時フェース多分開いてるから、それをまっすぐ真っ直ぐにして、これで完璧。であとはその形のまんまちょっと戻して、そう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 っていう感じで、皆さんも多分左腰をちゃんと引いてあげれば、手がちょっと前に出て、で、まあ、それを開い、ちょっと開いてるから、スクエアに戻してあげて、で、あとは、ハーフスイングの要領で、右に少し回して、左に回していけば、正しい正面インパクトで打つことができて、感覚が養っていきますので、ぜひ皆さん、この2つのドリルをやっていただきたいかなと思います。はい。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。まあちょっと、まあ胸上、胸下を分にして、正しい正面インパクトを取るのは、難しいと思うんですけど、今回紹介した、ドリルをやっていただくと、あ、こんだけ回してっていいんだっていうのがわかると思うので、実際そうでしょう、パチシン。わかりました。こんだけ回ってっていいんだって。腰にまず最初に違和感というか、動きがある部分を、あ、腰なんだ。感じることもできましたね、なんで皆さんもやっていただいたら、あ、こんだけ回ってっていいんだって思うと思いますので、まあもちろんバックスイングで例えば手上げしてたりとか腰がスウェーしてる人がそれをやっちゃうと、まあカップだったり振り遅れの原因になったりするので、なかなかこう回せないと思うんですけど、その辺はゴルス用の過去の動画を見ていただいて、まずは正しいバックスイングを作ってから、再度この動画を見ていただいて、ドリルをやって、この感覚を活かしてスイングすると、ものすごく強い球だったり、方向が安定していくと思いますので、ぜひやっていただけたらと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと。